はい、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。今回は Steam Next Fest の中から The Wandering Village というゲームの体験版を遊んでいきます。物語の舞台は有害植物から発生する猛毒の胞子によって汚染されてしまった地球。地上での生活ができなくなった人々が生き残るために身を捨てたのはオンブと呼ばれる放浪する巨大生物の背中の上だったという街づくりシミュレーションです。以前に出したユニークな街づくり系シミュレーション作品紹介でピックアップした作品です。本編の方は日本語対応の予定ですが、体験版は日本語に対応していなかったのでピコットという翻訳支援ツールを使って遊んでいきます。さあ、楽しみにしているゲームです。遊んでいきましょう。ニューゲーム、名前を入れろ。エンターセーブネームか。山茶飯行こうかな。スタート。さあ、字幕もないね。But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. あ、これがおんぶですね。おんぶちゃんが目を覚ましたところから始まると、人々がこれに乗るっていうところのスタートでしょうね。Welcome, shoot to real. Hello, こんにちは友達。私の名前はオンバス・マンブル・モアです。ここの村の長老です。まだできてないけど。何年にもわたって遠く旅をして多くの困難に耐えてきました。しかし今私たちは何世紀も前に絶滅したと信じられている古代の獣であるオンブに出くわした。おお、よかったね。私たちの出会いは運命だったに違いありません。それはおそらく非常に長い間地面で眠っていました。あ、オンブが眠ってたんや。でも毒素が地球にどんどん浸透し続けるので多分目を覚ました。運命的にもこのオンブが毒素によって汚染された地球になってしまったからオンブが目を覚ましたらしい。おう、そしてかわいそうなことは疲れ果てて今のところ眠りに戻ったようです。あ、今眠ってるんですね、オンブちゃん。これか、寝てるね。オンブヘルス 100% 疲れたって。オンブが地面から栄養分を引き出すと読んだことがあるようです。ここでそれ自体を維持できるだろうか。これからはお互いに面倒を見ていく必要がある。オンブと人間が共存しないとダメですよっていうゲームみたいなんですよ。オンブの面倒を見つつ我々も生きているみたいな。チュートリアル受けるか受けないか、受けましょう。Yes。この右のやつがチュートリアルでしょう。最初のチュートリアルを受けましょう。はい。長老ノート。画面右上のボタンで長老ノートを開きます。これのことかな？はいはいはい。ゲームゴールズ。ゲームの目標みたいなのかな？できるだけ長く生きるようにしてください。そのためには村人に避難所と食料を提供し、新しい技術を研究し、あらゆる種類のバイオームから材料を除去する必要があります。巨大な仲間であるオンブの世話をすることを忘れないでください。すべての村人またはオンブが死んだらゲームオーバーらしい。村人全滅かオンブが死んじゃったらゲームオーバーらしいです。止める？あ、止まるね。ちょっと止めました。あ、スペースキーでポーズってことね。カメラを動かす。WASD かな？合ってましたね。OK。で、一時停止スペースで止めれる。エンターザオンブビュー。あ、こうね。で、世界地図ってことか。これで帰れるんや。はいはいはい。オンブビューとワールドマップと、オンブの背中ビューですね。はい。次は、エイトテントって出てるね。ハウジング。テント建てろってことでしょうね。はい。ハウジング、すべての村人のテントを建てましょう。少なくとも8つのテントがありますと。ハーベストツールでクリック&ドラッグして複数のオブジェクトを、リソースが不足している場合は収穫ツールを使用して木を切り倒します。これかな。ビルディング、テント、はい。4つずつ建てようか。
連発で立てれないんです。一回一回やらなあかんねや。ちょっとめんどくせえな。やつやから一個開けとこ。はい、これでいいんですね。はい、じゃあスタート。結構寄れる。お、横からの目線にもなる。切ってる切ってる。ん？あ、2位出んやろ。16人かな。トータルピープル16人。ん？これ立てへん。ウッド。あ、なるほど、ウッドがない。リソースが不足してる場合は収穫ツール、収穫ツール。ハーベストツール、これか。これドラッグしたいってことだね。この辺の木を全部伐採しとこうか。 OK、 はい、これでいいかな。 OK ですね。ハーベストクロップス、これ木の実と木と山選べるってことか。岩か、岩でこうやっても、あ、そういうことね。岩は、岩だけ抽出できるってことですね。はい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 、了解や。テント立てよう早く。まだおんぶちゃんは眠ってますね。ちょっと止めよう。はい、できました。ファーミング、畑作れってことですね。多分畑かな。農業、食物と癒しのハーブを安定した供給を確実にするため、農業とハーバーリストを立ててください。ハーバーリスト、ハーバーリスト、ハーベスト、ハーブはファーム、ファーム、アゲイン、アサインかな。ファーム、ファーム、ファーム、これね。ファームか。てんてんてんっていうとこに。てんてんてん。まあ、この辺立てとくか。とりあえず。あ、ハーバーリストってある。ちょっと立てとくかじゃん。どの辺やったっけ？ここか。このぐらいかな。あ、サイズ違うやん。まあ、とりあえずこれでいいんかな。早くしよう。ファーム1個建てた。ちょっと待ってください。あとこれ何？区画を割り当てろって。区画？ビーツ、俺のことか。アド、あ、全体じゃないんや。設定せなあかんのか。このぐらいしといてんかな。こっちもか。あ、サイズが違った。後で設定できるんかな。あ、いけるね。オッケー。あ、全然ちゃうやん。消したい。これかな。リムーブ。ちょっとサイズが違うな。気に入らんな。あ、もういいか。はい。できました。これは何？ファーム内のワーカーを3人にする。こういうことか。こっちもやるかな。はい。ウォーター。あ、水か。ウォーター、ウォーター、エアーウェル。少なくとも一つのエアーウェルと、水タンク、ウォータータンクが用意しろって書いてあるね。これか、エアーウェル。エアーウェルって何？酸素必要ってことかな。ここに立てていいんかな。と、ウォータータンク。あ、気がない。気がないよ。石もないやん。石取っとこよ。きっと石取っときましょう。エアウェルとウォータータンクは材料がないから作れない。気がない、気が。
頑張って早く切って気を切ってください。エアウェルって何よ。空気から自動的に水を抽出します。より高い湿度レベルでよりよく機能します。砂漠では水は生成されません。あー、なんとなくなんか湿気で水を作ってるっていうことかな。砂漠では水生成されへんって書いてありますね。タンクは水を貯めるだけか。ここで生産してタンクに水を貯めましょうっていうことですね。あ、チュートリアルが進みました。よいしょ、ちょっと止めよう。なになに。研究者を作成し、研究メニューで研究のためキッチンを選択します。星アイコンは推奨される研究順序を示しています。少なくとも一つの研究棟がある。なるほど。研究して、こういった、建物を建てれるものを増やしていこうっていうことですね。リサーチビルディングってやつか。そんなあったっけ？あるやん。気が足らんわ、また。リサーチ、どこに作ろう？この辺作るか。全然気が足らん。マジで。いい感じになってきました。もうできるよ、リサーチビルディング。あ、できた。あ、星ってこのことか。キッチン作れって書いてあったっけ？キッチンの調査しましょう。はい。キッチン。進んでた、チュートリアル。フードレストラン？リファライメントかな？食品の生成。キッチンを利用して食料を増やし、村人に洗練された食料を提供します。石のスラブと木の板はキッチンを構築するために導かれます。少なくとも一人の大工とストーンカッターとキッチンがいるってよ。キッチンは研究してるよね。ストーンカッターってなんや。あー、あったわ。石切り場と大工さんいるって。加工。この辺空いたからこの辺にしとこうか。と、ストーンカッター作ろう。はい、OK。これなんか散らばってるの嫌やな。なんかないんかいな。これか、マテリアルストレージってあるやん。ここに入れてくれるのかな、ほったらかしじゃなくて、置いといたら。作ってみようかな。パントリーって何や。フードザ、なんだ？パントリー。村人のためにあらゆる食料を、食べ物30個保管、あ、食料の保管庫と資材の保管庫ってことか。パントリー保管庫ね。よく家にもパントリーって普通の家だけど大きい家とかあるよね。食品倉庫やね。資材倉庫と食品倉庫。はい、そういうことね。早くしよう。早く大工立てて。これはなんかないって書いてある。ストレージ、ストーンがねえわ。ストーンだわ。ストーン遠いねんけど。頑張ってストーン集めて、大工とカーペンター作らなかんわ。一緒や。ストーンカッターやったっけ。やっとストーンカッターの建築に着工したわ。オッケー、ストーンカッター着工したで。あー、石からストーンカッ、このなんか石板みたいなの作んねや。オッケー、ビレッジドクター。あ、なんか研究終わった。キッチンか。キッティの研究終わったわ。じゃパントリー作ろうや。いる？パントリー作っとくか。よくわからんけど、でも石やばいな、マジで。木はもうええわ。木まだ切ろうとしてんのかな。ちょっとやめさそう。木やめて。もういいわ、いっぱいあるし。石を優先させてください。石がない。岩がねえんだ。ない、なんかないって。あ、水がいんねや。ハーベストって、ハーブ作ってんねや。ハーブって何使うん？じゃあ食料かな。ハーブやからね。あ、キッチン作らな。
はい、これですね。ちょっと通られへんかな。この辺にしとこうか。キッチン。ああ、キッチンを作るのに、この木の板と石の板がいるっていうことなんですね。で、ここで加工してるけど、まだ全然できてないね。で、石が全然足りへんわ。ちょっと取りに行かさな。今頑張って取りに行ってもらってます。木はいっぱいあるからね。ストレージに結構溜まってんじゃない？石3しか、あ、木はあるね。木の板がいるわ。これ何やろ？デコタミネーター。ファイト、なんちゃって書いてある。あ、除染らしい。トキシックプランツとファイトするって書いてあるから、多分、汚染物質と戦うんや。こっちは、オンブロア。従うかもしれないし、従わないかもしれないコマンドを、おんぶに発行するために使用されます。世界地図の交差点をクリックして、どちらかに行くかを決めることができる。ああ。なんか世界地図、全然見てなかったけど、交差点あってんや。クロスロード。ここで、こっち行くか、こっち。あくびしてる。あ、眠たいって。おんぶが勝手に決めるんや。でも、本なんちゃらがあったら、こっち行くかこっち行くかを決めれるってことですね。なるほど。で、まだできひんの。あともうちょっと。もうちょっと。あ、パントリーがいつの間にかできてますね。岩もだいぶ溜まってきた。あれ。アシッドってなってる。ウォーターの生産止まってる。なんで？ローなんちゃら。生産性が低い。なんで？あ、砂漠や、ここ。え、砂漠なん？いつ砂漠入ったん？水がない。なんかオアシスあんねんけど。水がない。あ、キッチンできた。キッチンは、これビーツって畑で作ってるやつですね。これ使って、ビーツスープ作ってるらしい。ベリー、ボルヒチみたいな？わからんけど。加工食品を作れるってことは木の実から。はい。次は、ワーカーポスト。ワーカーポストって何？労働者のポスト。失業者を専門にし、スピードを上げるための労働者ポストを作成します。少なくとも1人の労働者のポストが必要になります。少なくとも2つのキャリアを持っている。異なる分野を割り当てた場合は、複数のワーカー投稿を作成できます。うん、よくわからんけど、ワーカーポストってやつ作れってことですね。ワーカーポストだったっけ？これか。だんだん、どこに作るか悩んでくるな。囲むように作るか。え、水いつまでないんやろ？ずっと砂漠？ずっと砂漠やな。ずっと砂漠ですね。おんぶやべえよ。水ねえぞ、おんぶ。まあ、ワーカーポストまず作れって書いてあるからね。あれ、なんか旗立ってる。ミッシングリソース。畑水いんねや。畑の生産には水がいると。で、水がないから生産できません。でもなん、じゃあ水を蓄えたらって思うけど、砂漠やから水を抽出できない。終わってるやん、こんなん。まあ結構やっちゃったね。まあ、とりあえずこの辺でとりあえず今回は終わっとこうか。結構これは水が大事なゲームかもしれないですね。砂漠なんか入っちゃうと、もう水がね、生成できなくなって、畑、食料もままならん状態になってきます。はい、今回はワンデリングビレッジの体験版を遊んでみました。ゲームトレーラーを見た感じでは、この先猛毒の胞子を発生させる有害植物を焼き払ったり、
音部との信頼関係を結んでいったりといろいろな要素があるみたいです。一体音部はどこに向かって歩いているんでしょうかね。巨大生物と共生しながらも都市運営を行うユニークな街づくりシミュレーションザ・ワンデリングビレッジは今年の春か夏頃にリリース予定みたいです。ご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日になりますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。